特撮ボーイズのビューフェスがスタート。スタンプラリーも開催。スタンプが貯まれば素敵な特典をプレゼント。数量限定、期間限定グッズも販売。1月はおみくじ缶バッジも販売。2020年12月27日は特撮ボーイズセカンドアニバーサリーライブ開催。詳しくは特撮ボーイズで検索してね。シンプルです。朝が早い。朝が本当にね、早いんですよ。4時とかに起きて、そう、自分はちょっとね、頑張って行ったりとかもしてて、で、その、去年の夏とかですかね、ライブが本当に5連チャンとかいっぱい入ってる時があって、で、夜はもう、家に着いて寝るのが1時とか、で、朝起きるのが4時とか、で、休めないなと思いながらずっとやってたんですけど、なんだろう、その時はすごい大変でしんどいなと思ってたんです。でも結局ステージに出ちゃうと全部忘れてやれちゃうんですよね。なんですかね、すごいですよね。ステージの上ってすごい気持ちいいですよね。で、そのいろんなことを抱えてステージに立ってるのが辛かったというか、そこが一番楽しかったし、それに支えられたところもあります。はい、頑張ったことはですね、当たり前のことなんですけど、ライブ中全力でパフォーマンスをすることですかね。はい、よくメンバーの中で言い合ってたのが、今日見てくれてるお客さんはもしかしたら今日が初めてで、これが最初で最後のライブに、特撮ボーイズを見てくれるライブになるかもしれないっていう人がいるかもしれないから、僕らはもう全力でパフォーマンスを届けなきゃいけないっていうのをすごいメンバーの中で言い合ってて、それが結構、はい、毎日意識して、もうライブの前はみんなで背中バーンって叩いて気合い入れて、はい、やってるんですけど、本当に僕もパフォーマンスはダンスはね全力だし、もちろん表情だったり歌だったり、今その瞬間にできる全てのことを出し尽くそうっていうつもりでいつもやってきました。もちろんこれからもそのつもりなので、はいです。僕は途中から参加させていただいたので、もう元からなんかある曲が14曲ぐらいあって、で準備期間が5ヶ月ぐらいあったとはいえ、それを5ヶ月の間で14曲とか覚えるっていうのが、まず自分で、まあ、今までもちろんやったことないので、それが一番、まあ、頑張ったと言われば頑張りましたし、辛いと言われれば辛かったですね。あとで、僕と翔吾は、まあ、その準備期間の土日とかはこう7人はこう活動してるのに、その中僕らは、まあダンス家で覚えるとかそういうことになってたので、自分は活動してないのにみんなが活動してるっていうのがなんかすごい辛かったというか、まあ、仕方ないことなんですけど、何とも言えない気持ちになったっていうのはあります。だからこそ今一緒にこう土日も活動できてるっていうのがとても楽しいです。僕今まで特備に入るまでにダンスをちゃんとやったことがなくて、でその中で16曲をデビューまでに覚えなくちゃいけない。で、めちゃくちゃ不器用なんで、うまくいかない時とかもめちゃくちゃあって、で、みんなに迷惑かけちゃうこととかも多かったんですけど、まあそれでも、翼くんがいつもの練習とは別日に、追加で二人きりで特別練習してくれたりとか、あとは他のメンバーも練習をいつも通りやった後に残ってくれて、でフリーレしてくれて、いろいろ教えてくれたりとか、そうしてくれたからこそ、うん、頑張れたし、こうしてみんなの前に立ててるんだなって思います。なんだろうな、まあその何日も連続してライブをして体力がなんか
辛いみたいな時はあったんですけど、でもそれ以外ではないですね。なんか辛いって思わないようにしてます。なんかそれよりそれを乗り切った時の方の達成感とか、うん、あとどうやったらボーイズが売れていくかとか、そういう方を考えたりする時間も楽しかったりするので、うん、辛かったことないです。ボーイズといる時、メンバーといる時、皆さんの笑顔を見れる時はいつも幸せなので、はい、そうやって楽しいです。これからもよろしくお願いします。マイトでした。今までで辛かったこと、頑張ってきたこと、まあ辛いなって思ったことは正直ないな。辛いなって思ったことはないの。辛いなよりも楽しいなって思うことの方が多すぎて、いやー辛いとかそういうのはね、個人的にはない。ごめん、質問の答えになってないかもしれないけど、まあ、ただ頑張ってきたことといえば、ライブ後のビラ巻きであったりとか、なんかあったりとかとか言っちゃったけど、ビラ巻きかな。やっぱね、冬とかは本当に寒い中ねやったりとかして、まあ、カイロ張りながらやったりとか、夏は夏で暑いからお水しっかりね水分補給しながらビラ巻きとか、まあ、ビラ巻きもビラ巻きで楽しいんだけど、まあ、頑張ってきたといえばビラ巻きは特に頑張ってきたかな。やっぱり特撮ボーイズはね、いろんな人に知っていただきたいからこそそこを頑張れるというか、僕らも僕らで夢があるからこそ、そういったビラ巻きとか広報活動はすごく頑張ってきたなっていう、まあ、これからもすごく頑張りたいことだなって思う。辛いことか、辛いことか、辛いことな、辛かったことね、なんだろうね、まあ、これといって特にないです。はい、これといって特にないっていうとあれなんですけど、なんでかっていうと、自分の本気とみんなの応援があって毎日が充実と思えるからです。自分の好きなことをやっていくっていうことは決して楽なことじゃないし、自分がこうしたい、これをやっていきたいっていうことは、こう自分と自分以外のたくさんの人とやっていくっていうのはそもそも大変なことなんで、それを自分がずっとやっていくって決めたんで、これが辛かった、これが頑張ったっていうのは別に浮かんでこなくて、とにかくその都度その都度自分が思う形で、全力で、やっていました。はい、辛かったこと、きつかったこと、そうですね、基本的には楽しい楽しいっていう感じで常にやってるんで、まあボーイズみんなも、まあ、自分たちがとりあえず楽しみながらやるっていうのはずっと言ってるんで、まあ、楽しみながらやってるんですけど、ということは、でも本当に都内でライブとかやった時に、もう本当当初の頃とかはボーイズのメンバーよりも見てくれるお客さんが少なかったりとか、あとは、まあ、今こういう環境なんですけれども、フェスティバルウォークソガさんで TJ ソガさんですねでやった時とかも、お客さんが埋まらない時とかもあって、どうすればお客さんは来てくれるんだろうとか、もちろん今も考えてるんですけど、その当時は本当に何だろうな、もう目の前が見えなくて、ずっとこうただ何を頑張ればいいんだ、ダンス、歌、パフォーマンス、見せ方みたいな感じで、そうですね、手探りでやってました。その期間が結構自分の中では辛かったかな。やっぱり見てもらうのが
見てもらって初めて自分たちのグループの価値っていうのが生まれるんで、そうですね、まずもう知ってもらわない限りはっていう感じなので、まあだからなのでね、そういう部分ではまあ今でも知ってもらえるようにいろんな活動はやってるんですけれども、うん、お客さん2人の時とかはさすがにちょっとね、ライブやっててちょっと心に来るものはありましたね。はい、そうだ、なんだろうな、まあでも辛かったのはやっぱ連日こうライブが、まあ、辛くはないんですけど、まあ、楽しいんですけど、まあいろいろね、フォーメーションとか人数がね少なくて、フォーメーションが変わったりするときにみんなでね、他のね、メンバーの分をカバーしたりして、その曲によってフォーメーションが違うことが多々あったので、まあ、そこがすごくちょっと頭を使うところだったので、それがまあ大変だったなっていうのと、あとはでもやっぱりそのコロナになってライブが、ね、できなくなったっていう、その期間がすごい、なんだろう、体は休めてるのになんかなんで今俺はここでこうなんか家にいるんだろうみたいな、なんか早くライブしたいなって思ってたんで、その時がまあある意味ちょっと辛かったですね。白い雪を溶かす恋心。